ベルン駅前のデパート、ローブのショーウィンドウです。今は屋外博物館のバーレンバーグという博物館の人たちの展示が開催されています。今は誰もショーウィンドウの中にいませんが、先週あたりは木彫りのことをやっていたりしていました。今は縫い物のことをやっているようです。